ついに来たぞ我の時代か。今までアナザーライダーの解説を続けてきて早6回、ついに我が日の目を見る瞬間が来たぞ。平伏するがいい軍員ともよ。はははは。はいや別にお前は出てこないでしょ。お前にゆかりのあるキャラは出てくるけどもさ、別にお前自身は影も形も出てきてないでしょうが。あいつの功績は我のもの、我のものも我のもの、それが人間のルールではないのか。そんなジャイアンなチェイスは嫌だ。お前の出番がどれだけになるかなんて俺のキーボードを押す指次第だ。それを忘れるな。ほう、ウプ主が独裁者だった。もしかしたら次からお前の立ち位置がキングライオン大戦記になってるかもな。あの我と同じ声のやつまた出てくるのか。ややこしくなるからやめた方がいいだろ。よそのチャンネルでもボイスの使い回しはザラだぞ。まあ大体新キャラに取られあれてお役御免になるけど。坂林とんちゃうぞ。こうなったらこいつの解説は我がやるからな。やるったらやるんだからな。なんでちょっと幼児対抗してんだよ。まったく、ダダをこねるんじゃないよ。ダダこねようとするんじゃないよ。仕方ない。じゃあやってみろ。ふははよかろう。耳クソかき出してよく来てよ。あ、女性視聴者が減る気配がする。アナザーユーガー、我の契約者たる仮面ライダーユーガーをモチーフとしたアナザーライダーである。なんでそんなに力いっぱい紹介してんのよ。アナザーライダーが誕生するってことは歴史が消えるってことでしょ。だったらユーガーの歴史が消えてあんたの存在もなくなるんだから、むしろ憎むべき存在じゃないの？確かに普通ならばそうかもしれないが、ことアナザーユーガーは特殊な存在だ。変身者は共存の木戸真嗣。かつて仮面ライダーユーガに変身した人物で、アナザー忍び同様オリジナルの変身者が変身したアナザーライダーだ。そもそも勇気は本編最終回ですでに歴史改変が行われており、ジオウ時点でもその歴史のままであるため視線上のミラーワールドも存在しなかった。ミラーワールドの住人である共存も当然存在しないが、角谷司によれば、数千回に一回鏡が割れる瞬間に繋がるようで、実際に試したウールによって共存が出現しアナザーユーガウォッチを手渡され、アナザーユーガが誕生した、ライダーバトルの歴史は消えたが、共存が出現したことでミラーワールドは健在。やつ自体がミラーワールドの存在を証明する意気承認なのだ。故に我もどこかで健在であったはずだ。多分そこら辺のタイムパラドックス要素はややこしくてよくわからないわ。ちなみに劇場版初出のキャラだが正体は最後まで明かされず、共存含めた二人の真嗣を演じた菅氏はライダーバトル運営側のリーサルウェポンだったのではないかと言っている。ジオウではその正体に踏み込んでおり、鏡の中の反転した性格の自分自身の心の闇の具現化と考察された。アナザーユーガはかつて真嗣が働き、現在では閉鎖された会社、オレジャーナルのフォロワーだった者たちを襲撃していた。なぜフォロワーを襲うのかに関して、真嗣はフォロワーがもっと支持していれば会社は潰れなかったかもしれない、という自分の密かな心の闇を実行しているのではないかと考えたのぜ。2019年において真嗣はアナザーユーガに怯え切っており、鏡や窓など、光を反射するものを徹底的に排除するほどだった。おそらく元フォロワーであろう作業員を襲撃してる際にジオウたちと交戦、寄せ付けずに圧倒するとミラーワールドに撤退した。その後も幾度となく交戦するが、ジオウたちだけでなく、当時最強であったオズすらも圧倒するほどの強さを見せつけた。さらにはゲイツの決死の攻撃を受けたショウはダメージを受けたものの、ゲイツが死亡したのに対しアナザーユーガは健在であった。そもそもウォッチがないですしね。まあミラーワールドが閉じられてる関係上、相互たちもウールと同じことをしない限り生成は不可能ですが。だがそこに、新たな力を手にした相互がやってきて、その力で時間を戻し、ゲイツの死を回避する。そして相互がジオウ2に変身すると一転して劣勢となり、最後まで圧倒される形で撃破されてしまった。まあこれはしょうがない。だって相手中間形態で解き戻すぶっ壊れだし、しかも未来予知して攻撃回避するし、しかも対応するウォッチなくても撃破可能な仕様だし、もっと言うと初登場補正バリバリだし、だから決してアナザーユーガは弱くない。必死すぎるだろ。容姿はユーガをベースにしており、右手にはドラグクローを模した武器が腕と一体化する形で装着されており、左手にはドラグセーバーを模した剣を装備している。胸部装甲の形からしてサバイブ形態もモチーフに入っているのだろう。能力はミラーワールドと現実世界を行き来できるもの。ドラグクローから青い炎を放つことも可能。ちなみにこの時我の鳴き声も聞けるぞ。そして最大の能力として攻撃を受けるとユーガのライダークレスト上の鏡を出現させてそのまま跳ね返せるぞ。通常攻撃はもちろんライダーキックなどの大技、多方面からの同時攻撃にも対処が可能だ。生半可な攻撃ではむしろ自分が大ダメージを負うことになるのね。とはいえさすがに自分の防御力を上回る攻撃だと反射できないけどな。ただ歴史が消えたとはいえそこはもともと仮面ライダーだった男、その強さは今までの一般人が変身したアナザーライダーとは比べ物にならない。やっぱり当時最強格だったオズを圧倒したのがでかいよな。それまでほぼノーダメでしたからね。てかアナザーユーガの逃走を防ぐためとはいえ鏡全部破壊する相互よ。被害総額いくらだよって話だぞ。世界を破壊するのに比べたらまだマシだよ。ちなみに撃破経緯を見ればわかるが、オリジナルのユーガのウォッチは登場してない。どころかおもちゃかもしてない。そして多分もう出ない。ちょっと鏡全開割ってくる。解き戻せない奴がやるな。もう一人の自分、それが自分の負の部分であれば、どう向き合うかが重要だ。相互も真嗣も自分の心の闇を受け入れて前に進んだ。なおこの後に本来ならアナザー機械界が挟まります。アナザーユーガ、アナザー機械編を経てつくよみとゲイツは自分から離れた。そんなほとんど孤立状態だった相互の前に、
もう一人の魔王候補が現れた。その名も、アナザージオウ。総合と因縁戦はかからぬ相手、加古川飛竜も変身する、ジオウのアナザーライダーだ。まあ総合は飛竜のことを覚えてなかった、というか全く面識がなかったんだがな。初対面の時も知り合いか聞くゲイツに逆に聞き返してましたね。質問に質問で返されて若干イラッとしてたゲイツだったとさ。総合が知らないのは無理もない。なんせ飛竜側が一方的に総合のことを知っているだけで、話をしたこともないんだから。そりゃ知らなくて当然だわ。アナザージオウとしての姿はすぐに見せず、まずはかつてアナザーライダーだった人たちを襲撃し、彼らの中に残るアナザーライダーの残骸からウォッチを作り出す。彼らのアナザーライダーに変身しそれを繰り返しており、そしてアナザーファイズ及びアナザーフォーゼだった佐久間を襲撃したところで、変身を解いて飛竜としての姿を現した。その場は逃走し、アナザーウィザードの変身者だった早瀬を襲撃。アナザー外務の姿でジオウと交戦し乱入したゲイツとボズに撃破されるが、すぐにアナザーボースとの姿で復活。絶妙にフューチャリングクイズを使いこなせてない白ボズ。あの力を完全に使いこなせるのはモンドくらいだと思う。その後ついにアナザージオウの姿になるとゲイツとボズを撃破した。ジオウ2とは互いに未来を予期し合って互角の戦いを繰り広げたが、必殺技の激突の隙に逃走。アナザーライダーは惹かれ合うという特性を利用して再び襲撃していった。駆けつけた総合がこんなことをする理由を問うと、飛竜はことの顛末を話し出す。時は2009年、飛竜は両親と共にイチゴ狩りのバスツアーに参加していた。そこには総合とその両親もいたが、この時は互いに他の参加者程度の認識しかなかった。だがそこに白い服の女が現れ、総合の名を呼んで発砲。その銃弾が飛竜の席のそばに当たり、そのショックで飛竜は気絶。目を覚ますと、自分と総合以外は死亡する残酷な現実を目の当たりにする。そして総合がいなければ両親は死ぬことはなかったと考えるようになり、憎しみを募らせていくに至ったのだ。なお先に言っておくと白い服の女ってのはつくよみ。だが別に彼女は総合を撃とうとしたわけでもバスを襲撃したわけでもない。実はつくよみの前にバスに乗り込んだ謎の男がおり、大人たちの時を止めたところをそれを止めようとして乗り込んだのだ。総合の名を呼んで発砲したのも彼を助けようとしたのが真相だ。つくよみがミライトであるとカンパした男は子供たちを別の場所に転送。そこは巨大兵器大魔人が街を破壊している運命の日、大魔の日。男の目的は子供たちの中から時の王者の資質を持つ者を見つけることで、総合がその資格を持つと判断すると謎の力を与えて元の時間に戻したのぜ。気絶していた飛竜は知る由もありませんでしたが、この時死にかけていた飛竜を救ったのは総合であり、むしろ飛竜にとっては命の恩人でした。じゃあまるっきり逆恨みのやつあたりじゃない？まあこれは全ての真相を知っている視聴者だからこそ言えるだけだけどな。実際飛竜からしてみれば勝手な目的のために両親を失ってるわけだからな。しかも当の総合は鋼のメンタルで前に進んでるのが余計に傷をえぐったんだろう。とはいえ八つ当たりなのはやっぱり変わらないけどな。なお飛竜にアナザージオウの力を与えたのはスボルツで、彼の指示で動いていたが、バスを襲撃した謎の男の正体こそスボルツであり、両親死亡の元凶だ。それを知らずに従ってるとは、なんとも哀れというか。そしてアナザージオウの力で総合と互角に渡り合ったが、途中乱入したゲイツリバイブには終始圧倒され、それに対抗しようとして黒ボズに利用されたりと散々な目にあったが、総合を倒すためにアナザーライダー軍団を結成し、ゲイツとの約束を果たそうとする総合に立ちふさがる。その場は逃げられたものの総合とゲイツが話しているところに乱入する。だがそこで総合との友情を自覚したゲイツの妨害にあった挙句、二人のコンビネーションの前にアナザーライダー軍団は自分以外全滅、自身も圧倒されて撃破された。その後総合から謝罪とともに今を大事に生きることを悟されるが、その手を振り払うと泣き崩れた。そして破壊したわずのアナザージオウォッチは、時が戻ったように修復。それが後の展開に影響を及ぼすが、それはまた別のお話。アナザージオウの能力はジオウ2同様の未来予知、そして他のアナザーライダーに変身する能力もある。戦闘では時計の針を模した双剣を武器にしており、2つを合わせて槍状にすることも可能だ。ジオウとは互いに特攻持ちであり互角に渡り合ってたな。しかしこのまま飛竜が終わっていればな。この時はまだ同情の余地があったのにな。今回はもう一人の自分とも言える存在にフィーチャーしたが、俺にもう一人の自分がいたらどんなだろうか。願わくばこんなキメラではあってほしくない。そう思うマリサなのでした。もう一人のマリサはもう少し優しくあってほしい。そう思うキメラウプ主なのでした。